バルサローナ、アンクムーンは、グアニエム・バルサローナという名称で設立された市民プラットフォームで2015年の自治体選挙において、バルセロナでの選挙に参加する目的で政党として再結成された。このプロジェクトの主要な推進者は、ローン被害者団体の元代表のアダクラウ・バラーヌである。現在このプロジェクトには、カタルーニャ・緑のためのイニシアティブ、 カタルーニャ統一左翼、イクオー、プロッセコンスティチュアント、ポデーモスなどの政党が参加している。2014年6月15日社会運動や住民運動に関わるおよそ30人ほどの学識者、文化人などの市民活動家によって、インターネット上でグアニエムバルサローナと題する声明文が発表された。その中には、翌年に予定される自治体選挙において、 統一候補者を擁立することを目的とする市民プラットフォームを立ち上げ、バルセロナにおける民主的な反乱を起こし、体制を市民の手に取り戻すという意図が述べられていた。6月26日市内中心部のアルラバル地区の公立学校で、社会運動家アダ・クラウ・バラーヌ、弁護士のジャウマ・アセンス、バルセロナ自治大学の政治学の政教授ジュアンス・ビラッツラによって、 グアニエム・バルサローナが披露された。2014年10月10.11日グアニエム・バルサローナは市民のコンセンサスにのっとった高業づくりのためのオープンな場を設けた。この大会には500人もの市民の他カタルーニャ・緑のためのイニシアティブ、カタルーニャ統一左翼、プロッセ・コンスティチュアント、ポデーモス、X 党などの政党関係者、人民統一候補に促された。 トルバーダ・ププラー・ムニシパリスタのメンバーなどが出席した。綱領は、その後、イコーフ、エウイア、ペデモス、プロッセ・コンスティチュアントによって承認されたものの、トルバーダ・ププラー・ムニシパリスタの大会では、文言が3箇所削除されて公表された。それは、カタルーニャ社会主義者党と30年間自治体政府において、協力関係にあるイコーフ・エウイアのプロジェクトでの、 その参加についての不安を表すもので、カップは最終的に独自の候補を擁立することを選択した。公領は市民による承認を経て、2014年12月4日、採択された。2015年2月10日前述の諸政党によって、最終的な合流についての合意がまとまり、バルサローナ、アンクムーという名称で発表された。選挙連合は、政党登録の数日前に、 グアニエム・バルサローナという名称の断念を余儀なくされたものの、ロゴマークの使用はスペイン内務省に認められた。2015年2月28日アダクラウバ・バーリアーヌによって、バルサローナ・アンクムーの市長候補を選出するための候補者リストが公表された。そのリストには、第2位にヘラルド・ピサレージョ、第3位にダイア・オルティス、第4位にジャウマアセンスの名があった。 一行フエウヤのバルセロナ地域のリーダーで12年間自治体議員職にあり当初このプロジェクトに加わっていたリカールグマーは定められた投稿料を果たせないとの理由で候補者リストへの記載を辞退した3月12日市民参加による地区ごとの議員候補者選出予備選挙が開かれ候補者が決定されたこの組織の活動はバルセロナに限定されているがグアニエムは 他の自治体における類似のプロジェクトに対してグアニエムの設立のためのガイドの中で要件を満たす限りにおいてマーク及びロゴの使用を認め支援をしているタラサ・アンクムー、ルスピタレード・アンクムーが他自治体での最初に支援を受けたプロジェクトとなったありがとうございます